パソコン向けヘッドセットヘッドセットは頭部に装着するマイクロフォンの総称である。一般にヘッドホンにジャバラパイプで小型のマイクが取り付けられたものがよく知られているがヘッドホンのないマイク単体でもヘッドセットと呼ばれる。マイクを手で持つ必要がなく両手が自由に使えること口とマイクの距離が変わらないのでマイクで拾う音声が安定していることから演劇。 ダンスプレゼンテーションアナウンス実況などの発生の際に手でマイクロフォンを持つことがふさわしくない場合にも利用される。インカムとも呼ばれる。アメリカではブレイクダンスの時に装着することから、この装置にはブレイクマイクという別名もある。電源校舎ではブレストマイクと呼んでいたが、これはかつて電話交換手はマイクを胸につけていた名残である。この機種は現在も 線路試験用掃除機の名で存在する。ヘッドセットを装着して業務に当たる電話交換手、固定バンドが頭頂部を通って、両耳で指示するもののほか両耳と後頭部で指示するもの、後頭部と米紙で指示するもの、かぶらず首にかけるものがある。騒音が多い環境下での利用には、骨伝導式のヘッドホンあるいはマイクを使ったものも、ある。モータースポーツ用途では、 ピットクルーやスポッターなどが騒音下でも通信を可能にするために密閉式で強い遮音性のあるイヤーマーフを使ったヘッドホンを使用している。またドライバーが使うヘルメットはその内部を一部くり抜いて薄型スピーカーとノイズキャンセリング式マイクを内蔵させてある場合が多い。マイクは単一指向性を持ったノイズキャンセリング式マイクが主に使用され、 自分の発する声以外の音はできるだけ拾わないように工夫されていることが多い。軽量小型にしやすいことからコンデンサーマイクを使用したものが多く見られるがダイナミックマイクを使用したものもある。音声を拾いやすいようマイクが口の付近まで伸びているものが多いがミュージカルなどでは観客に意識させないよう肌色の超小型マイクが顔の横あたりに装着されているものもある。 また周りの騒音をほとんど収音しないのど式マイクを使うこともある。娯楽、業務問わず、幅広く用いられている。坊主製のノイズキャンセリングヘッドセットを使用する P-8 のパイロット。ありがとうございます。